音切れますね。切れるやろ。切れます。あのあれやけ、気まぐれクックの金子くんの包丁やけ。普通にあの通販の夜のあれで同じものが売られとったけど一回も研いでないけどね。これでも自分で研げるんですか。これ何ですか。専用の研ぎ石みたいなのがついて、こうやってしてシュッてするだけの。それ100均でも売ってるやつ、コルクの巻き巻きてるんですね多分。これ材質何なんですかね。分からんけど相当軽いで使いやすいしさ、切れるしさ。だけ最近愛用しとっちゃ、家でもそれずっと使いよう。でも全然切れ味が落ちてないもんね。若干落ちたかなっていうのはあるけど、新品よりは。でもまだ全然切れるだろう。刃が立ってますよね。いいやろ、その包丁。そんなに高くなかったし、今自分あのお店にある包丁で、前のオーナーが包丁の絵を折ったんですよ。こういうやつがあって、それをそのまま捨てたらもったいないんで、もう絵を自分で作ろうと思って今作ってるのがあるんですけど、木の材質に迷ってまして。いいやつは黒炭っていう材質を使うらしいですけど、これとか何使ってるんでしょうね。なんかの木に液を塗ってる感じがしますよね。でこのリベットをどう、養蜂場のリベットって自分でどう打っていいかが分かんないんですよ。あれとか使ったらいいんじゃない。あのギターの、あのカスタムショップ的なところに出し入れてくれると思うけど、あのフィンガーボードに使うエボニーとかの黒い木があるやん。エボニーとか聞いたことありますけど、でも結局用途として水場なので水に強いとか、多分ギターで必要なものとは違うあれが必要なんじゃないですかね。で今手元にあったのはキリだったんですけど、キリは加工しやすいけど湿気には強いけど、水に強いかって多分水に強くないと思うんですよね。水に強い、カビに強いとか多分そういう、ね、要素が分かんないんですよね。結局それはなんか塗っとるんやないかね、クリアかなんか。多分これは塗ってるっぽいですよね。いい形まで作ったんですけど、このリベットがどう打っていいか分かんなくて、結局そのハンズマンのネジ買って打ったんですけど、それじゃあ格好つかなくて。どうしたのかな。そういうなんか特殊なリベット買って打って、その木を加工す、一緒に加工削って、そのそうですね、頭まで削っとる感じ、ね、多分そういうことですよね。そうじゃないとこんなに綺麗にならないですもんね。辛い血になっておけね、そうですよ、今考えたらそうですよね。木をリベットに合わせるんじゃないですよね。そうか、その加工はさすがに素人は難しいですね。鉄を削るのはちょっと、まあ機械的なもの、旋盤とかで削るとやろうけどね。僕が持ってるのはそのリューターのちっちゃいやつなんで、ホビーリューターなんで、こんな鉄までは削れないと思うんですよね。なんかこうね、いろいろ自分で作ると面白いですけどね。梅さんもあの、あれですもんね、船の、あのロッドホルダーとか。ああいうのね。あれって自分で見て考えて作ってるんですよ。それは自分で考えて作る。面白いですね。サイズ合わせてがそこにぴったり余るようにしてさ、水利止めも裏に入ってますしね。そんなん面白いですね。ガタガタ波になった時にゴトゴト音がしたらいけんけさ、あのクッションつけて。あとあれ、あの魚炭のシェードというか、とりあえずホームセンターに行ったら何かあるやろうと思って行ってみて、良さげなものを見つけて作るみたいな感じよね。そういう発想があると面白いですよね。作り出すとそうやって作るんやけど、俺めんどくさがりやけ作らんのよね。ルアーとかも作り出したら面白いんやろうけどさ。いやでもルアーとかその泳がせることを考えるとなかなか素人では難しそうじゃないですか。作ってもいいけど、作って泳ぎがどうとか水流がどうとか考えると相当
試験がいるというか。これはね、あれなんよ、みんなあのミノーとかそういうの作るけど、俺はスピナーベイトを作ったことがある、高校の頃に。スピナーベイト作るんですか。うん、あの天秤、投げ釣り用の天秤を改造してこううまくこう曲げて、でボディはねちょっとちっちゃめのやつが普通のついてるけど、大きめので作ってね、してね、で下にバスかかったんよ。へえ。でも1回で壊れた。そこに強度はさすがに難しいかもしれませんね。でその時はね、なんか縦とかで固めて結構作っとったけ、2回目はウッドボディを使って作って、全く同じ泳ぎのものを作ったんよ。ただねカラーはね普通に黄色塗っただけやったけ、それ何回か使ったけど結局その作り変えた後は釣れんやったね。その黄色を塗るっていうのは何で塗るんですか。ブラックカラーで塗ったりだった。その前はねちゃんとねアルミを貼ってね、最近のハンドメイドを作る人がやるような仕事を全く同じことを俺やって作っとったんやけどさ、アルミ箔を貼ってなんかこうギザギザのついたやつでこうして鱗の模様をつけて、でクリアを厚めに塗って、でエアブラシとか持ってたんよ。エアブラシ、ね、それでこうぼかし入れて上の色と下の色とこう違う色をこう塗って、半透明みたいな感じでこう鱗模様が透けてるみたいな。それも面白そうですね。そういうの確かにそれがそこまでやると。でも2回目それをやるのがめんどくさいで普通に黄色に塗っただけっていう。魚って匂いとか味とかってどこまでわかるんでしょうね。さあ、例えばペンキとかで塗ったらその匂いで違和感を感じたりするのかな。メタルジグでこうコーティング剤みたいなやつがあったりするじゃないですか。結構匂い結構きついので、ね、まあ、リアクションバイトだったりこう目で食う場合はそこまで気にならないのかもしれないですけど、バスとかはほとんどリアクションバイトとか、あの結局目で追ってきてのあれやって、ナマズとかみたいに匂いを強く感じるやつとかやったらちょっと、ね、でもナマズも結局トップウォーターとかでリアクションバイトじゃないんですか。見て食ってきてるんじゃないんですか。あれは音と振動やね。じゃあ匂い、例えばそのガルプとかも匂いとかすごい強いって言うんですけど、匂いのやつは俺動画でもやってるけどちょっと検証しとるんよ、うん、匂い付きのワームで釣ったし、うん、で俺腐ったイワシとか使ったりとか、うん、ドッグフードとかイカの塩辛とか使って釣ったりするけど、やっぱ匂いの強いものに食ってくるんよ、うん。じゃあもう見た目とかよりも、そうか、それはその海とかその淡水の違いとかはないんですか。海だったら流れが強い、海が清水が強いから、まあ魚種によってやろうね。ナマズとかはちょっと特殊やけ、で結局カラー、ルアーのカラーによっても違うっていう人もおるけど、俺の出た結論はルアーのカラーは関係ない。光の明暗には結構反応するけど、だけ橋の下におるやん、いっぱい夜でも結構色盲って言いますよね、でも人間に比べて。そう考えたらその色っていうよりも確かに明暗でとにかくギラつかせるとか。色盲というよりナマズの場合は目が見えてない。ああ、ナマズはね、そうですかね。だけ俺ルアーを加えて逃げられた時にリーダーが抜けてタモで捕まえようとしたら、タモを入れたところまで見えてないんやもん。だって来るんやもん。来るけど、ヒゲの感覚がすご、ヒゲの感覚がすごすぎて、タモにちょっとヒゲが触れた瞬間にスクルって反転して逃げていく。それでなかなか捕まえられんやったんやって。なるほど。だって結局今使いようナマズのメインルアーはクリアカラーで、結局ケミホタルの光が透けて見えるようにして、その方がいいかなと思ってそうやってやりました。それも面白いですね。確かに人の影とかに絶対反応するけね、あれ。じゃあ元明暗な感じですね。だって影だけは水面に映さないようにしよう。行くか、微妙に余ってきたね。あと1種類です。トントロだけ明日の朝食べる感じ。トントロはちょっと難しい。あとチョリソー。ああ、チョリソー。でも明日炭を起こすのもめんどくさいですよね。めんどくさいっちゃめんどくさいね。フライパンでガスコンロは、お姉さん持ってます？まあ僕のも
持ってくるかどうか迷ったんやけど、今考えたら持ってきた方が良かったね。僕、まあ、じゃあ僕 の, あの岩谷のカセットジュニアのがあるんで、それでフライパンでトントロとあのチョリソー焼いて食べたいんじゃないですかね。ここまでは頑張って食べて。朝でもお腹空くけど、釣りのことも考えて撤収も考えるとなかなか時間がね。そうなんですよね。まあ愛の島とかに行くときは別として、車で行くときはガスコンロを持ってきた方がいいな。あるとあった方がいい、間違いないですね。例えば朝コーヒー飲みたいなと思ったときにお湯沸かすのに炭沸かすわけにいかないですよね。あと2台体制で行った方がいいかもしれない。それはそうかもしれませんね。よく考えたらなんで今日1台で来たんやろって言いました。まあでも交通費、ガスと、まあ、あとはね、道中それぞれなんで、どう今日どうするかっていう話とかもできないですからね。行き帰りの車の中での会話がないけど。うん、昼ご飯どうするかとか、どこで買い物するかとか。うわ寒い。そして意外と酒を飲んでない。まだ5本あるので3本しか飲んでない。寒いですね。僕が3本とワイン2杯。りょうちゃんの方が飲んどるね。俺 5% のやつを3本目。火がやっぱ暖かいですね。ロッドが焚き火の上とかに倒れてるんですか。やっぱり出ますけどね、動画見ながらお酒飲んで。そうなの。